フィアット G18 フィアット G18 は1930年代中頃に開発されたイタリアの輸送機である。G18 は2機エンジンを主翼に配置した保守的な低翼単容器であり、オリン式の降着装置の主車輪の主要部分はナセルに引き込まれたが、車輪の一部は露出されたままだった。客室には18名の乗客が搭乗できた。 3機の G18 が1936年の初めに、フィアット自身の航空会社、アベヨライニーイタル屋根に就航し、本機はアンダーパワーであるという評価を得た。フィアットは、翌年に改良モデルである G18V でこれに応えて、アリは第二次世界大戦が始まるまでヨーロッパ路線で運航した。1940年6月に、アリはイタリア空軍の指揮下に入り、 G18 は輸送任務に投入された。1940年11月には対ギリシャ戦の一環でアルバニアへ兵員を運んだ。イタリアが急戦した時点で作戦運用可能な機体はわずか1機しか残っておらず、別の3機はナチスドイツに接収され5機目は残存するイタリア社会共和国軍で使用された。 イタリア社会共和国軍で使用された機体は1944年4月30日に、ブレッソの飛行場で弾薬を積み込み中に、滑走路上で爆発し、飛行場に甚大な損害を与えた。ありがとうございます。